ハレリアこんばんは。こんばんは、ハレリア。ハレリア、こんばんは。今日はですね、東京地方は雨なんですが、雨が降ってますが、あ、第三ハレリア、こんばんは。こんばんは、吉原さん、こんばんは。小野さん、こんばんは。小野さん、こんばんは。ちたさん、こんばんは。こんばんは。今日は、あやぺさん、ハレリア、こんばんは。こんばんは。猫が入院した。祈ってあげてください。祈ってくださいね。動物のためにも祈ってもいいんですよ。ペットの病気のために祈っていいんですね。はい。アメン。今日は土曜日ですね。サマーさん、こんばんは。イスラエルが空爆に遭ってる。ガザが空爆に遭ってるんじゃないかな。小太郎さん、ハレリア。久しぶりです、小太郎さん。よく来てくれました。アメン。小太郎さんはね、9時になって来にくくなったんですが、でも来てくれました。ありがとうございます。アメン。ですね、イスラエルがガザを空爆してるんではない。どう思いますか？難しいですね。なんて言ったらいいんでしょうか。私はね、小太郎さんありがとうございます。私はね、イスラエル寄りなんですよね。イスラエル寄り。で、なぜ、イスラエル寄りかというとですね、ガサの方はね、パレスチナの方はハマス。ハマスという、テロリストの集団がですね、テロリズムの、団体がガザを支配しています。そして、ガザがね、あれですね、テルアビブとか、もう一つのところだったかな。ミサイルを撃つんですね、ミサイル。で、皆さんはね、なんかイスラエルが悪いかのように思ってるかもしれませんけど、よーく見ると違うんですよ。パレスチナの方はですね、この、都市のね、人間が住んでるところをミサイル撃つわけ。ミサイルね、人間が住んでるところ。ところが、イスラエルの方は、軍事拠点ですね。軍事拠点。つまり、そういう、この、テロをするような組織とか、軍事拠点を狙って空爆しています。もちろん、それ間違えることもあるかもしれません。私は、それが、その、戦争を、肯定したわけじゃないですよ。戦争を肯定したわけじゃないし、暴力を肯定するわけではありません。ただ、よく見ると、イスラエルが悪いかのように、メディアは言っていますけど、でもね、いろいろクリスチャンの人たちの情報が入ってきますね。クリスチャンの情報が入ってくると、イスラエルの方は、もちろんその、イスラエルが正しいわけじゃないんです。正しいわけじゃないんだけど、民間人を殺そうとすることは避けてるんですね。民間人を殺さないで、そういう、テロリストを攻撃してるということですね。それに対して、ハマスは、テロリストの集団ですから、ハマスは民間人を殺しています。最近は減ったんですけど、以前はですね、自爆テロっていうのがたくさんあったんですね。皆さんご存知だと思うんですが、その自爆テロというのは、その女性とか若い人たちを洗脳して自爆テロをやったらヒーローになってね、ヒーローになって天国に行けるよみたいな、そういう嘘を教え込んで、若い人とか女性がね、こう爆弾をこう体につけて、それで自爆テロっていうのがあったんですよ。それは民間人を殺したわけですね。そのイスラエルの民間人を殺していましたね。だからそのやり方からして、どう考えてもこれ悪魔的ですね。悪魔的です。
ですから、ぜひ分かってほしいのは、その、まあ、悪魔が、ね、テロリストを通してイスラエルを迫害してるんだという構図を理解してほしいんです。悪魔がこの未信者を通してクリスチャンを攻撃するということの構図と、悪魔が、テロリストを通してイスラエルを迫害している構図が、オーバーラップしてるんですね。オーバーラップしてる、ですからぜひ分かってほしいのは、そういう霊的なことが根拠になってそういうことがあるということですね。霊的な理由があるんだよということですね。もちろん私たちは、そのパレスチナ人の人たちも救われてほしい、それから、イスラエルの人たちも救われてほしい、両方ともまだクリスチャンじゃないわけですね。やはり必要なのは、許し合って、敵意を捨てて、イエス様を信じて、悪魔の心を捨てなければダメだということですね。イスラエルの方も、それからパレスチナの方も悔い改めて、イエス様を信じない限り平和がないんだよということですね。まあ、それはイスラエル中東問題だけじゃなくて日本もそうなんです。日本の人たちも敵意とか悪意で争って、憎しみ合ってるんですが、そこで大事なのはイエス様を信じて敵意を捨てる、悪意を捨てる、そういうことが大事だということですね。はい。実はですね、今宣教師になってきましたね。ちょうど6時から8時ぐらいまで普通宣教師になってきまして、その宣教師はだいたい7、8年ぐらい前に、この私の教会の近くで伝道していた宣教師ですね。多分写真見せても怒らないと思うので、大丈夫と思うんですが、この人ですね。ちょっと待ってくださいね。この人ですね。バディさんっていう宣教師ですが、見えますか？ちょっと見えにくいね。バディさんね。今この方と会ってきましたね。このバディさんという方はですね、今、アリゾナのモービルっていうところで、まあ牧師をしているんですが、アルバマリバイバルの話を聞けばよかったんですが、ちょっと聞くの、忘れちゃったんですが、そのバディさんがですね、東北のね、ボランティアに来てくれたんですね。で、ちょっとその証を聞いたので皆さんに分かち合いたいのですが、その10人ぐらい、教派ですか、教派は一応福音派なんです。南部バプテストっていう教団なんですがね、サザンバプテストかな。で、その東北で、まあ、何日ボランティアしたかちょっと聞かなかったんですが、何日かボランティアしたんですけど、素晴らしい証がありました。311、大地震の後ですね、もう1年半経つわけですね。1年半経って、もうだいぶこうボランティアがいなくなったんですね。で、そのボランティアがいなくなって、今もボランティアはいるわけで、減ったけどまだいるんですね。だいぶボランティアいなくなってまだ残ってる。でもその残ってる多くのボランティアがクリスチャンだそうです。感激しましたね、それ聞いてね。まだそのボランティアで援助している人たちがクリスチャンが残ったということですね。それは嬉しいですね。そういう証を聞きました。そしてすごくですね、まあ、日本人の心って硬いじゃないですか。なかなかこうイエス・キリストを信じないんですけど、まあ、その地震のね、地震の後ですね、人々の心がオープンになって信じやすくなってるそうですね。
ですからある意味では東北はリバイバルが起きていると言ってもいいかもしれませんね。東北は、リバイバルが起きている、ね、日本のリバイバルは東北からかもしれないね。東北からリバイバルなのかもしれませんが、そういうですね、心が開いてるそうですね。幼稚園を回ったり小学校を回ったりしてたそうですけど、昔だったらですね、まあ、公立学校行ったらキリスト教の人を、まあ、迎えることはなくて伝道を許可しなかったと思うんです、昔はね。だけど今は公立学校でもなんかこう伝道させてくれたそうですよ。聖書を配ったりトラクト配ったりして、公立なのに伝道を許可してくれたそうですね。それだけ人々の、まあ、感覚が変わったということですね。まあ、クリスチャンに対して心を開くようになってきたということでしょうか。素晴らしいですね。素晴らしい。天罰ですか？それちょっとね、説明がいるのでですね、一言でちょっと言えないんですが、まあ、警告だと思うんですね、警告。つまり、イエス様を、拒んでたら、良くないよという警告として考えてます。でも、また逆に、このリバイバル、日本のリバイバルのための、スタートというふうに考えてもいいかもしれません。ですから、その日本がですね、去年から変わってきた、日本が、その地震以降変わってきたと言えるんじゃないでしょうか。私たちは神様が日本を揺れ動かしてる、ね、神様が日本を揺れ動かして救おうとされてるんだという、そういうふうに考えるといいんじゃないでしょうか。はい。そして、その方の証をさらに続けますけれど、被災者たち、もちろんですね、2万人の方が亡くなったことは残念ですね。残念です。でも神様はデタラメに、そのようにしたことではない。ちゃんと神様には、ちゃんと一人一人理由があって、神様は愛の方ですね。愛の方ですから、ぜひ神様の愛を信じるべきですね。私たちはいろいろ悲劇があると、神なんかいるもんか、神はひどい方だと思いやすいですけど、そうじゃないです。そうじゃないです。私たちは状況で神様を疑ってはいけません。状況で神様は変わるわけではないのです。どんな状況でも神様は変わらない良い方なんですね。ですからぜひ皆さん、神様に対してこの疑わないようにしましょう。神様はいつも良い方です。良い方ですね。災害があるから神様がひどい方 なのではないのです、ね。むしろかえって神様は、人間が災害を受けることを喜ばれない。もちろん喜ばれないですね。人間が死ぬことも喜ばれないし、人間が、その苦しむことは喜ばれないんです。しかし、神様はそのいろいろな苦しみ、ね、苦しみや問題を通して悔い改めて神様に立ち返ってほしいのです。人間がですね、なぜこんな苦しいのだ、なぜこんな問題がある、あるんだろうか、なぜこんなひどいことがあるんだろうかという時に、人間一人一人がですね、悔い改めて神様に立ち返る。ですから終わりの時は災害が増えるというのは、やっぱり終わりの時は近いから、時間が差し迫ってるから、だから災害が増えるというのは意味があるんですね。それは、悔い改めを急いでるということですね。悔い改めを急いでいる。だからぜひ皆さん、神様が災害を起こしているというふうに考えないで、人間が神様に対して罪を犯しているから、罪を犯しているから地が呪われているんだよということですね。地が呪われ
呪われているというのは創世記にも書いてありますね。命に対して神様が一番悲しんでおられると思います。命に対して神様が一番悲しんでおられると思います。それでですね、その方バディさんと言いますが、そのバディさんの証によるとですね、アメリカはですね、アメリカはそのいろんな国から、まあ、移民してくるわけですね。移民してきて、で彼の、まあ、教会にはパキスタンだったかな、パキスタンから来てる夫婦がいて、やはりパキスタンはイスラム教の国なのかな、そのイスラム教からクリスチャンになったことによって迫害を受けて、迫害を受けてなんか財産を全部剥奪されて、でアメリカに来たっていうパキスタンの人がいると言ってましたね。それからキューバの人がいまして、でそのキューバの人は、キューバっていうのはカストロ首相だったかな、キューバは共産主義なんですね。でそのキューバでも、クリスチャンになるのはなんか迫害があるらしくて、で、その人は小さな船に8人ぐらい乗ってフロリダに向かってこう逃げた、要するに何でしょうか、密航かな、密航したわけですね。ところが船がちっちゃくて沈没しちゃったんだそうですね。で沈没して泳いだそうですね。フロリダに向かって泳いだ、ところがもう疲れ切ってですね、その人はですねこうブクブクブクってこう沈んじゃったらしいんですが、もう一回だけこう表面に出たらしいんですが、まあ、多分祈ってたんでしょうね。祈ってこうもう一回出たらなんか船が見えたということで、でその船に向かって泳いで、そして助かったらしいですね。でキューバからアメリカにこうなんて言うんでしょうかね、脱出っていうのかな、難民として、なんて言いましたっけそういうのね、そういうこの亡命ですか、亡命する人が多いそうですね。だからアメリカっていう国は今いろいろ宗教的に問題がありますけど、それでも世界中からクリスチャンが迫害を逃れてくる国と言ってもいいかもしれませんね。そういう意味では素晴らしい国ですね。世界中からそのクリスチャンになったために迫害にあって逃れてきた場所がアメリカ、ね、素晴らしいですね。日本はですねクリスチャンになっても迫害がありません。まあせいぜいニコ生でニコ生で悪コメ迫害がありますが、まあこの悪コメ迫害はまあ大したことないって言ったら大したことないですね。イスラム教の国とか共産主義では殺されますからね。もう本当に大変な迫害なんですが、日本は今ですね信教の自由で、まあ、クリスチャンになったからといって逮捕されることは今はない。昔はありましたよ、昔はね、江戸時代迫害ありました、今はない、ですから堂々とこうやって伝道ができるわけですね。堂々と伝道ができます。で、そういうバディさんの教会には世界中から来てるということですね。バディさんの教会には世界中から、まあ、逃れてきた人たちがたくさんいるということですね。はい、皆さん、世界はやはりですねサタンが支配しているのですね。サタンがクリスチャンを迫害して苦しめているというのが、この世界の状況です。日本でもそうです。日本でも、サタンが、クリスチャンを迫害しています。でもクリスチャンの方々ね、だからこそ伝道しましょう。だからこそ伝道しましょうね。サタンが迫害してですね、このその私たちの伝道を邪魔しますけれども、だからこそ伝道して、
その、あれですね、私たちは伝道するということですね。アメン。はい、それではですね、はい、あとどんな歌詞があったかな、あとどんな歌詞があったかな、そうですね、はい、そうですね、まあ、私もですね、アメリカ人の宣教師によって、信仰を与えられたので、そういう、こう、アメリカ人の宣教師に会うとですね、非常に、なんて言うんでしょうかね、懐かしいというか、感謝するというか、その宣教師のおかげで、宣教師がですね、自分の人生をイエス様に捧げて、日本に捧げて、ね、そういう宣教師のおかげで日本にたくさん教会があるという、日本の教会は主にアメリカ人の宣教師によってできた教会が多いんじゃないかなと思いますね。アメリカ人の宣教師によって日本の教会ができたんじゃないかなと思いますね。はい、それではですね、まあ、そういうわけで、皆さん、私たちは、今、こういう状況の中で、少ないクリスチャンですが、でも、少ないクリスチャンだけど、私たちは、今、伝道しています。伝道しています。ね。たくさんの、日本はですね、宣教師の墓場と言われるんですね。宣教師の墓場。つまり、たくさん宣教師が来たけど、あまり、まあ、伝道が進まなかったということですね。宣教師の墓場と言われてきました。たくさんの宣教師が、苦労して種をまいてきた。そういう国だそうです。なんかブラジルが一番宣教師が多いと言ったのかな、ブラジルがね。その、日本は、日本にもたくさんの宣教師が、入ってきました。ね。たくさんの宣教師が入ってきました。しかし、日本は、クリスチャンが少ないんです。まあ、日本にクリスチャンが少ないっていくつかの理由があると思いますね。鎖国の時に、キリスタン迫害でたくさんのクリスチャンを殺しちゃったということもあるかもしれません。そして、その、まあ、戦争中、まあ今もそうかもしれませんけど、まあ、クリスチャンは、迫害に遭ってる。クリスチャンが迫害に遭ってるということ。そして、日本に偶像がたくさんある。日本に偶像がたくさんある。そういうことでですね、日本は救われにくいではないかと思うんですね。昨日ちょっと思わされたんですが、日本の家庭に仏壇とかですね、神棚がありますよね。この仏壇とか神棚がですね、結局クリスチャンが増えない理由の一つかなと昨日思わされました。ちょっと皆さんにアンケート取りましょう。皆さんの家に仏壇、または神棚がある人が1、ない人が2ですね。皆さんの、まあ、アパートでもいいですよ。まあ、実家でもいいですよ、実家。実家に仏壇とか神棚がある人が1。ね、そんなのはない。仏壇もない。神棚もないという人が2ですね。多分1が多いんじゃないかなと思うんですが、まあ、実家の方がいいかな。自分の部屋にはないでしょうからね。自分の実家に、仏壇、神棚がある人が1、ない人が2。いきますよ。いきまーす。1、2、3。あー、66%。66%、仏壇、神棚がある。これがですね、日本にクリスチャンが少ない理由の一つかなと思います。
で、私はね、皆さんにぜひお願いします。まあ皆さんね、それは自分のじゃないから、勝手に壊すことはできないと思うんですが、まあ、もしできたらの話ですね。できたら。まあお父さんお母さんに相談して、できたらですね、仏壇、神棚を廃棄してください。勇気いりますよ、勇気ね。お父さん、お父さんと相談してですね、できる人ですよ。できる人は仏壇とか神棚を廃棄してください。お札を廃棄してください。ね。そうすると私は日本にリバイバルが来るんじゃないかなと考えますね。ギデオンという人がですね、どこにあったかな。ギデオンという人がお父さんの、偶像を壊すとこがあるんですよね。昨日そんな話があったな。ちょっと待ってください。ギデオン、ちょっと待ってください。四式だったかな。四式にですね、ギデオンという人がいるんですが、そのギデオンという人が、お父さんの偶像を壊しなさいって言われるんですよね。どこだったかな。ここですね。ちょっとここのとこ読んでみましょうかね。ちょっと待ってくださいね。ここですね。四式6-25ですね。四式6-25。25ですね。25。その夜、主はギデオンに仰せられた。あなたの父のお牛、7歳の第二のお牛を取り、あなたの父が持っているバールの祭壇を壊し、そのそばのアシュラ像を切り倒せ。ねえ。この、まあ、そのギデオンのお父さんが、そのバールの祭壇を持ってたんですね。またアシュラ像を持ってたんです。それをギデオンにですね、それを壊しなさいと命令してるんですね。その砦の頂上にあなたの神、主のために石を積んで祭壇を築け、その第二のお牛を取り、切り倒したアシュラ像の木で全焼の生贄を捧げよ。そこでギデオンは自分のしもべの中から10人を引き連れて、主が言われた通りにした。彼は父の家の者や町の人々を恐れたので、昼間それをせず、夜それを行った。町の人々が翌朝早く起きてみると、バールは取り壊され、そのそばにあったアシュラ像は切り倒され、新しく築かれた祭壇の上には、大の牛が捧げられていた。ねえ、これすごいですね。はい。もうちょっと読んで、面白いのでもうちょっと読んでみましょうか。29。そこで彼らは互いに言った。誰がこういうことをしたのだろう。それから彼らは調べて尋ね回り、ヨアシュの子ギデオンがこれをしたのだと言った。それで町の人々はヨアシュに言った。あなたの息子を引っ張り出して殺しなさい。あれはバールの祭壇を取り壊し、そばにあったアシュラ像も切り倒したのだ。するとヨアシュは自分に向かって立っているすべての者に言った。あなた方はバールのために争っているのか、それとも彼を救おうとするのか。バールのために争う者は朝までに殺されてしまう。もしバールが神であるなら、自分の祭壇が取り壊されたのだから自分で争えばいい。こうしてその日ギデオンはエルバールと呼ばれた。自分の祭壇が取り壊されたのだから、バールは自分で争えばいいという意味である。つまりこれはこういう話なんですね。ちょっと面白い話なんですが、要するに、神様はギデオンに、あなたの父の、アシュラ像を
切り壊せ、バールの祭壇を壊せと言ったんですね。で、やっぱり恐れたので夜やったって書いてあるんだ。ギデオンもちょっと恐れたので夜やったらしいんですが、で、そのお父さんがですね、逆に応援してくれたんですね。もし神棚を壊したらね、本当にそこに神がいるなら、その神棚を壊した者を殺すでしょうということですね。祭壇、仏壇を壊したら、その仏がその仏壇を壊した者を殺すでしょうということですが、そのあれですね、結局のところ、神棚とか祭壇を仏壇を壊しても、そこに神がいないなら殺されないということですね。そういうわけで、そういうわけで、私がここ読んで感じたのはね、日本にたくさんの仏壇、神棚がありますね。それを取り除ける必要があると思いますね。ですからぜひ皆さん祈ってくださいね。人のものを壊すことはできませんね。人のものを壊すことはできませんが、相談してね、できる人もいるかもしれません。できる人がいるかもしれません。できる人はですね、その仏壇を廃棄したり、神棚を廃棄できる人はしてみてください。ギデオンになってくださいね。皆さん、日本のギデオンになりましょう。日本のギデオンになって、日本からね、偶像の祭壇を、取り除けましょう。偶像を取り除けましょう。偶像の祭壇を取り除けましょう。そうすることによって日本が、リバイバルが起きるんではないでしょうかね。ギデオンになりましょう。ギデオンになりましょう。ギデオンになりましょう。アメン、アメン。ぜひ皆さん、祈ってですね、こう廃棄できるように祈ってください。アメン。それではですね、今日の英語はですね、今日の英語はこうですね、ルカ12の22ですね。こうですね、この赤いとこですね。 Do not worry about your life. What you will eat, or about your body, what you will wear. Life is more than food, and body more than clothes. 命のことで、心配してはいけません。体のことで何を食べようかと、ごめんなさい、何を食べようかと命のことで心配してはいけません。何を着ようかと体のことで心配してはいけません。命は食べ物よりも、大事ではないですか。体は、着物より大事ではないですかということですね。つまり、その何て言うんでしょうか、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか思い煩ってはならない。生活のことで思い煩ってはならないということですね。明日の方にですね、 God feeds them、 神様が養ってくれるという箇所があります。多くの人はですね、その生活のことで心配しています。生活のことでも神様は、もっと大事なことを心配しなさいということですね。大事なことを心配しなさい。神様との関係の方が大事じゃないですかということですね。そういう物質的なことよりも、物質的なことよりも神様との関係、霊的なことが大事でしょうと言ってるわけですね。確かに心の偶像を捨てることが大事と思います。神様が養ってくださいます。神様が養ってくださいます。アメン。はい、それではですね、
明かしていきましょうか。明かしていきましょう。はい、明かしいきまーす。明かしタイムね。何がいいかな、明かし。偶像を捨てたら、良くなった証しますよね。偶像を捨てたら良くなった証。私はですね、仏壇と神棚を片付けたら父が救われたんですね。仏壇と神棚を片付けたら私の父が救われてクリスチャンになったんです。だからやっぱり仏壇とか神棚が家族の救いを妨げてると言えるでしょうね。仏壇を片付けたら、救われた証ですね。はい、それでは、偶像を片付けたら変わった証スタート。スタート。仏壇を捨てたら鬱が治りました。明日相談して仏壇を神社に投げ捨てようと思いました。アメン。お札を燃やしたら祖母に笑顔が戻りました。悪霊の存在がよくわかるようになりました。キューちゃんに出会い運命が変わりました。ごめんなさい、ちょっと読めなかったな。仏壇なくしたら、なくそうって話したら、はぁ、喜びました。神社にいる夢を見ました。偶像だと思って走って逃げました。仏壇を捨てたら病気が治った。お札、偶像は片付けられませんが教会に行きたいと思います。アメン。仏壇のイメージは暗いことばかりです。スピリチュアル系の本を捨てたら母が協力的になりました。アメン。仏壇を捨てたら罰が当たるなんて嘘ってことが分かりました。聖書にもクリスチャンは偶像を避けるように警告されてるし、御言葉で母が救われた。部屋を片付けていたら占いの本が出てきました。破り捨てました。恋人にもらったお札を捨てたらすっきりしました。イエス様だけを愛したいという気持ちが与えられたので、お札、お守りお札を捨てました。仏壇によって救われることはなかったです。イエス様によって救われます。仏壇捨てたらめちゃストレス発散になりました。気持ちが楽になった。信仰を持ってから神社の鳥居を避けるようになりました。神社のお守りはただの金儲けだと思いました。僕は偶像崇拝してません。初詣で行くのをやめました。
イエス様を信じたら偶像に敏感になりました。お守りも偶像崇拝でした。スピリチュアル系と成功哲学など捨てたら、父が聖書に熱心に読むようになりました。毎日この放送を家族みんなで見てる。神社には神はいないと思います。初詣やめようと提案したらグッドアイデアと言われた。君が代を歌わず賛美歌を歌いました。八百万の神などは傲慢だと思いました。キューちゃんの勧めてくださった聖書を読んで気持ちが変わりました。友達と喧嘩しました。イエス様に祈ったら仲直りできました。イエス様だけが祈りを聞いてくださいます。お金が偶像だったけど心が豊かだと毎日が楽しいです。いざという時に助けてくださるのはイエス様です。偶像を捨てることが本当の大掃除です。アメン、アメン。お坊さんの生放送でキューちゃんの宣伝をしました。ありがとうございます。座禅しても救われないと思いました。座禅しても救われないと思いました。もう10年20年30年40年座禅しても救われません。30年40年座禅しても救われません。七五三をやめて家族と神様にお祈りしました。イエス様によって靖国に行かなくなった。偶像は捨てます。イエス様だけが味方です。貧しい国でクリスチャンが増えてるよ。家族の挨拶がハレルヤになりました。おみくじを引くとイエス様が引きます。イエス様だけが救ってくれました。アメン。アニメもゲームも音楽も全て偶像だと分かりました。アメン。本当に病気を治せるのはイエス様だけです。チャーチさんこんばんは。外面の美しさより内面の美しさを磨こうと思いました。世界で一番偉大な人物はイエス様だとこの放送を見て確信しました。日本には、偶像だらけです。イエス様が教えてくれました。偶像を捨てた証はリバイバルの証かも。ゲームは個人の趣味ではありませんか？それとも禁止ですか？信仰によらないことは全て罪だと書いてあります。信仰によらないことは罪です。信仰によらないことは罪です。聖書がそう書いてあります。今世界中がイエス様を信じる時代です。
偶像を見てると気分が悪くなります。靖国神社に行くのをやめました。罪から離れる歩みをしていきたいです。アメン。天皇がかわいそうだと思いました。天皇がかわいそうだと思いました。靖国神社には神がいないと思いました。何を趣味にしたらいいですか。信仰を趣味にしてください。伝道を趣味にしてください。イエス様一筋になってください。イエス様一筋になってください。イエス様のために全てを捨ててくださいね。イエス様のために全てを捨てるのです。イエス様一筋になるのです。イエス様一筋になるんです。すべてを捨ててイエス様についていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。それではファイナルメッセージいきますね。ファイナルメッセージいきます。すべて疲れた人、重荷を負った人、思っている人は私のところに来なさい。私が休ませてあげます。日本の国はやはり偶像が多いんですね。偶像がね、偶像が多いのです。ですから、まずクリシャンがまず自分の周りにある偶像を捨てましょうね。偶像を捨てる、偶像というのは、神様が嫌うものですね。神様が嫌うもの、皆さんがですね、何かそうですね、お札とか、まじないまじないみたいなものとか、良くないものがあったらどんどん捨てましょうね。スピリチュアルの本とか宗教の本とかですね、占いの本とか、そういうものを捨てましょうね。もちろん汚らしい本も捨てなきゃダメです。汚らしい DVD も捨てなきゃダメですね。とにかく、いろいろな神様が喜ばないものを捨てるのです。神様が喜ばないものを捨てるのですね。私たちは神様を喜ばす必要がありますね。神様を喜ばす信仰の情熱を燃やせば偶像は離れていきます。アメン。信仰の情熱を燃やせば偶像は離れていきます。アメン。キリスト教関係の本、キリスト教関係の本はいいんですよ。キリスト教関係はいいですよ。他の宗教ね、他の宗教はダメです。はい、それではですね、ファイナルメッセージ、皆さん、神様は武器の本、武器の本は捨てましょう。武器の本は捨てましょう。
神様は武器を嫌います、ね、武器は人を殺す道具ですから、武器の本を捨てましょう。神様は日本を愛しています。神様は日本を愛しています。そして日本を変えようとしています。私たちは神様の心と同調しなければなりません。多くの人は悪魔の心と同調しています。多くの人は悪魔の心と同調していますが、私たちはイエス様の心と同調しなければなりません。イエス様の心と同調しなければなりません。皆さん、聖霊様は神の霊です、聖霊様は神様の霊ですから、私たちは聖霊に満ちることによって、聖霊に満ちることによって私たちは、神様の心と同調します。神様の心と同調します。ぜひ皆さん、その悔い改めて悪魔の心を捨てて、イエス様の心になりましょう。イエス様の心になるのです。皆さん、多くの人は、自分が悪魔の心になっていることに気がつかないのです。多くの人は悪魔の心になっていることを気がつかないのです。ね。しかし、皆さんは、気づきました。ね。偶像を愛する心は悪魔の心です。偶像を愛するのは悪魔の心です。私たちは偶像を憎みます。偶像を憎みます。唯一の生ける神だけ、イエスキリストを通して、イエスキリストを通して、私たちは、唯一の神だけを愛します。神様は見えない方です。見えない神様をどうやって愛するんでしょうか。イエス様はこう言いました、私を信じる者は父を信じることです。私を見る者はイエスキリストを見る者と、私を見る者は神を見ると言ったんですね。皆さん、十字架のイエス様を見るとき、十字架のイエス様を見るとき、神を見るのです。目に見えない神を見るのです。皆さん、神様を見たい方いますか？皆さんの中で神様見たいですか？神様見たいですか？神様見たいですか？イエスキリストを見れば、イエスキリストを見れば神を見ることになるのです。イエスキリストを見れば、神を見ることになるのです。イエスキリストを信じれば、イエスキリストを信じれば、神を信じることになるのです。目に見えない神をイエス様が表しているのです。皆さん喜びましょう、喜びましょう。福音とは目に見えない神をイエスキリストを通して知ることができる、神を見ることができる。イエスキリストを見ることによって神を見ることができる、神を信じることができる、神を愛することができる、神の言葉を聞くことができる。皆さん、福音というのはイエスキリストによって神を知ることができるんだ、神を信じる、見ることができるんだ、信じることができるんだ、神の言葉を聞くことができるんです。皆さん、福音というのは、神様が、私たちに近づいてくれたのです。福音というのは神様が人間になって来てくれたのです。人間になって来てくれたのです。クリスマスというのはまさにそれをお祝いすることです。クリスマスというのは神様が来てくれた、人間となって来てくれた、目に見える形で来てくれた、分かるように来てくれた、信じられるように来てくれた。これがクリスマスです。これがクリスマスです。皆さん喜びましょう、喜びましょう。神様が来てくれた、神様が来てくれた、神様が来てくれた、神様を信じられるようになった、神様を見ることができるようになった、神様の声を聞くことができるようになった。イエスキリストを通して神を知ったんです、神を知ったんです、神を知ったんです。皆さん喜びましょう、喜びましょう。イエスキリストを信じる者は喜びましょう。
まだ、信じてない方は信じましょう。信じましょう。イエス・キリストを通して私たちは救われるのです。救われるのです。救われるのです。アメン、アメン、アメン。私たちは素晴らしい真理を知ったのです。真理を知ったのです。真理を知ったのです。招きをします。皆さんの中で、今日ですね、聞いてて、神を知りたい、神を見たい、神の言葉を聞きたい、救われたい、救われたい、偶像から離れたい、罪から離れたい、滅びから離れたい、永遠の命が欲しい、人生をやり直ししたい人、アメンと言ってください。アメン、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 アメン。アメン、アメン。小野さん、私のコミュにね、私のコミュにスカイプ ID 貼ってあります。スカイプ、コミュにスカイプ ID 貼ってあります。はい、アメン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 。お祈りします。天皇と様。以前は、偶像崇拝をしていたものでした。知らず知らず、知らず知らず偶像崇拝していました。しかし、イエス様と出会って分かりました。ああ、偶像崇拝していたんだ。本当の神じゃなかったんだ。本当の神を信じていたんじゃなかった。イエス様と出会って、イエス様と出会って神と出会いました。イエス様と出会って神と出会いました。神様を知りました。神様を知りました。イエス・キリストと出会って神と出会いました。感謝します。イエス様は感謝します。神と出会うことができました。神を知ることができました。神を見ることができました。イエス様は感謝します。イエス様は感謝します。イエス様は感謝します。今アーメンと言った方々が神を知ることができますように、イエス・キリストを信じることによって神を信じることができますように、神を知ることができますように、イエス様どうぞ、今アーメンと言った方々の心に来てください。心に来てください。心に来てください。イエス様どうぞ救ってください。アーメンと言った方を救ってください。アーメンと言った方を救ってください。アーメンと言った方を救ってください。イエス様、アーメンと言った方を救ってください。感謝します、感謝します、感謝します。どうぞ日本から偶像がなくなりますように、仏壇がなくなりますように、神棚がなくなりますように、偶像がなくなりますように、日本から偶像がなくなりますように、偶像がなくなりますように、偶像礼拝がなくなりますように、多くの人が救われますように、多くの人が救われますように、お金という偶像がなくなりますように、自分という偶像がなくなりますように、不貧困という偶像がなくなりますように、イエス様どうぞ日本にあるまた世界にある偶像を取り除けてください。世界中の偶像を取り除けてください。イエス様、あなただけが褒めたたえられますように、あなただけが褒めたたえられますように、あなただけが、あなたの皆だけが褒めたたえられますように、イエス様の皆によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、ね、日本から偶像がなくなります。ありがとうございました。明日礼拝です。おやすみなさい。シャロン、シャロン、アメン、ハレルヤ、アメン、シャロン、シャロン。